キラのキラです。お願いします。そしてヒューマン中村です。よろしくお願いします。お願いいたします。ということで今月も始まりました。はい。はい、毎月やらせていただいてるんですけども、まあ我々3人はですね、普段 NSC のベテランアシスタントというポジションでですね、はい、NSC とちょっと関わらせていただいてるという関係で、今回も MC をさせていただくということはどうしたんですか。いや、ベテランちょっと取ってほしいですね。ヒューマンさんはまあいいとして、いや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 、俺らもそう、我々はちょっとしんどいですね。いやいやいや、一緒よ、もうベテランよ。ベテランやって、え、何年目にも17年ベテランやって。17は1年目の子らの前で。そうなんですよ、これ言うたびにハッってなるんですよ。いや、ハッって言いたくない。お前、いや、あの、お前ら1年目見てるけど、あっという間やぞ。ほんまに、いや、ほんまに歓迎出ましたね。ほんまにすぐ言語も変わるしね。ほんまに俺、またいでるから言語を、我々はそうなんです。経歴も人生としては3つまたいでますから。3つまたいで、ほんまや、昭和と、ねえ、まあ、ということで、この番組はですね、はい、毎月ラッシュというね、NSC 生のね、あのライブがあるんですけども、はい、まあ、ランキング付けされるライブなんですけども、まあ、3日間やっておりまして、うん、その3日間の上位3組が、計9組ですね、はい、出演する番組ということになっております。はい、この後ネタを見ていただきまして、はい、その後アピールタイムなんかもございますので、ね、はい、最後までお付き合いいただきたいと思いますけども、はい、今回の出演メンバーをまずは発表したいと思います、はい、こちらです。はい、はい、こういうメンバーでございますけど、まあ、もうおなじみのメンバーも、そうですね、やっぱりそうなるよね。でも僕、ロマンステレオとかは初めて出ます。え、そう、はい、ロマンステレオ初めてか。出演も初ですよね。あ、なるほど、僕のクラスですね、ロマンステレオ。だから僕はすごい知ってるんですけども。あ、なるほど、はい、それを見たんすよ。え、この誰のクラスかっていうのを見たんすよ。はい、書いてて昨日の LINE 届いてましたね。書いてて、裏に書いてて、台本の裏に書いてて、うん、9組でしょ、はい、7組ぐらいヒューマンさんのクラス。いや、だから俺めっちゃ見覚えあるんよ。そう、ほんで9組のうち7組ヒューマンさんで、うん、2組は田辺やって、あれ、そう俺全員知らんよ。池田クラス、おい、池田クラスゼロ。なんか池田クラスの、あれ、お前教え方も覚えた。そうなんかそうなんだってなってきて、ベテ足が悪いっちゃう。すごい、ベテ足ってまだ馴染んでない。そんなベテ足がそんな馴染んでないんですよ。いや、なんかね、責任感を感じたよね。まあまあ、でもやっぱり毎月毎月日々生徒たちが成長してるという証であるん で、ね、また来月はまたバンと戻ってくるでしょう。たまたま池田クラスのメンバー、俺を慰めてくれてる。いや、生徒の池田のクラス厳しすぎてみんな辞めてる。根性めちゃくちゃ優しくやってる。めちゃくちゃニコニコしてる。手出してるの。手出してるか。まあ、こんな9組でございますね。はい、初めて初登場のメンバーもいますし、はい、この9組のネタからまずはご覧いただきたいと思います、はい、9組続けてどうぞ。最近僕脳トレにハマってまして、あるなしクイズってあるじゃん。あの、なんとかにあってなんとかにない共通点はなんだみたいなやつ。そうあれ今日自作で作ってきたからさ、問題出してくれんの。じゃあ第1問ね、リュックにあってランドセルにない、ランチャームにあってグレイビーボートにない、これなんだ。全然分からへんかった、なんで。だからリュックにあって、あー、そこじゃなくて後半ランチャームにあって、それ何？これはお寿司のパックに入ってるお醤油差しのことじゃん。魚の形で。そうだよ。ランチャームっていうの。うん。ほんで？グレービーボトルにない。それ。それも何？これ何も知らないね。はい。これカレーのランプみたいなお椀のことじゃん。誰が知ってんね。え？で答えは何なん？正解は作り手の後継者でした。知らんわ。どう取りたかって社会の問題やんか。ああ、じゃあ。俺に会って美咲さんに悩むこれなんだ。どうせまたしょうもない答えなんやろ。正解は知識とモラルでした。しばくぞ。ほらね、もうええわ。どうもありがとうございました。ガチャ、お邪魔します。おー、久しぶりやな、りゅうちゃん。どうした、久しぶり。大きなって、何センチ身長。165。すごいな。小5。あ、今中2。中2か。去年が中学生。あ、そうかそうか。
彼女とかおるか。あ、まあまあ、ええやん、ええやん。中学生やったらおるやろ、彼女ぐらい。5歳の時、リュウちゃんが水飲んで、でも間違えてこれ大吟醸やって大騒ぎだと覚えてない？覚えてる？覚えてるよな。あ、またあの近くの川見に行こうか、今日見に行くやろ。なこんにちは、金鶴です。お願いします。ちょっとあの見てもらったんですけれども、いや何回すんねん、その質問。毎年毎年聞いてくるけど、親戚おっちゃん用マニュアルでもあるんか。俺その彼女聞いてくるけど、おかんにも言ってへんねんぞ。なんで年に1回のお前に言わなあかんねん。俺大吟醸の話も毎年毎年言うてきて、それで覚えてもうて。実際には覚えてへんな。あ、覚えてへんよ。それからあの川見に行くやつ、おこいおるぞ、こい。あ、じゃあすまん、あ、いいわい、いいわい。あ、動いた、やっぱこいや。何が楽しいねん、それの。なんでそれするために川行きたいねん、おっさんだ。まあ、まあ、やかや親戚いいですよね。また正月行きますわ。ありがとうございました。どうもー、あくらと申します。お願いします。みんな、いつから電車が嫌いになるんやろな。何を言い出したんですか、あなたはいきなり。子供の頃はみんな好きやってん。あ、ね、男の男に好きですわ。やのに、大人になったら嫌いになんねん。いや、別にみんな嫌いでわけじゃないと思うけどね。だから俺が、みんなを電車を好きにさせるわ。そのために動きます。動きます。何をするんですか、あなたは。ちょっとすいません、はいはい、電車で電話するのやめてもらっていいですか。あ、なるほど、電車でマナー悪い人を注意していくみたいな。ちょっとすいません、電車で食事するのやめてもらっていいですか。まあ、匂いとか気になりますからね。あと、それ食べ合わせ気持ち悪いですよ。それは言わんでええやろ。好きにさしちゃったらよろしいから。ちょっとすいません、いくらジャック電車といえども暑すぎやしませんか。電車自体にも言うてんの。まあ、言ってもしゃあないけどね、それ。ちょっとすいません、赤ちゃん泣きやましてもらっていいですか。これお前のせいで嫌いになるわ。言わんでもええこと、いちいち。ちょっとすいません、ここ女性専用車両ですよ。ほな、お前女どこやってんなれ。お前も女性専用車両や、それやったら。あ、女性でしたか。失礼やな、絶対間違えたらあかんで、それ。こうやって活動頑張っていくわ。絶対やめとけ、もうええわ。どうもありがとうございました。どうもヤカラオニです。お願いします。これあの、しりとりの必勝法を見つけてさ。必勝法？そうやね。マジで？でも今からちょっと試したいから、俺としりとりやってくれ。まあええけど。あ、じゃあ俺からでいい。あ、ええよ。じゃあ、リンゴ。ゴリラ。ラッパ。パンツ。積み木。キツネ。猫。コアラ。ラジオ。お菓子。塩。おにぎり。リス。砂。ナスビ。ビーチサンダル。ルービックキューブ。ルービックキューブ。ブドウ。うさぎ。牛乳。早く見してくれや、一生を。え？1分しかないね。ああ。なんやねん、一生をって。あの、ラ行ですよ。みんなやるねん、それ。そう、ラ行とかマ行とか。あ、でも俺これやったら勝てるわ。あ、これな、うん、あの先行後攻決めて。あ、そう。でお互いが人差し指出して、うん、で相手の指にタッチされて、いや説明いらんゲームにしてくれや。え、時間だ言うてるやろお前。あ、俺あれやったら勝てるわ。何？おはじき。ルール知らんわ。本当にすいませんでした。この度はあなたの家のベランダに干してあった服を盗んでしまって本当にすいませんでした。いや、お前さっきから謝ってるけどさ、反省してるように見えへんねん。全然反省してます。してないって、お前マジ。こうやって謝りに来たのは本当に反省してるからです。じゃあなんで今俺の服着てんねん。俺から取っておけんけど、上下ともに。すいません。すいませんって、じゃあなんで着てくんねん。いや、あの今他の服全部洗ってて、はこの服しかなかったんです。じゃあ違う日に来い。で、今日くん、すいません。ここやろ。お前はじゃあもう服返してもらう。帰るよ。わかりました。服はお返しします。 あと、もう一つお願いがあるんですけど。何や、帰りの服貸してください。お前バカや。お疲れ様でした。女の人でキラキラのネイルしてる人、あれ何回嫌なんですよね。あんなほぼ茶碗蒸しの銀なんですよ。ない方がええやん。嫌いやわ。嘘つきました。干潮で死ぬならキラキラネイルの指先って決めてるんです。でも
気持ちよく天国行けそうなんですでも先端恐怖症なんです。ハッピーターンより尖ってんのはもう見れないんです。指先カキピーやねどうもありがとうございました。ここどこや。俺ら4人で遊んでたら急に襲われて目が覚めたらここに。ようこそ。私がゲームの支配人サタンだ。ゲームの支配人。おい俺らで一体何するつもりや。今から皆さんには密室謎解きをしていただきます。密室謎解き。24時間以内に謎を解きこの部屋から脱出していただきます。クソドアが開かん。失敗した場合部屋には大量の水が流し込まれ。まだ開いてる、まだ開いてる。ゴー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 ゴ
田さん僕は戸締まりお願いしてましたよね。すごい勢いで逃げていったからもう腕ちぎれるぐらい回したで。もう一回やろう、来週もう一回やろう、頼むぜ。その時はここは前と同じ場所ってことは。お久しぶりだね、サタン。ご名答、前回は失礼したね。今回はしっかり窓の鍵もチェックしてから大丈夫。ドア開いてる、ドア開いてる、ドア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 、やったい。しげた、首ありがとうございました。どうも、モデラー側です、お願いします。中学生の時、まあ、男子やったら分かると思うんですけど、お母さんと買い物に行くのなんか恥ずかしくなかったですか？分かるわ。分かるやろ。そのだからその、まあ、高校生になったら別に逆にお母さんと仲いいのステータスみたいになるんですけど、まあ、中学生はちょっと微妙な時期ですよね。まあ、俺は友達のおかんと二人で買い物行ってたわ。なんでなんで その友達もお前のお母さんも第一声なんで。いやで、いや俺自分のおかんと二人で買い物行くのなんかちょっと恥ずかしいやん。いやそうやけど、その友達のお母さんと二人で買い物なんか気まずいだけやん。冬が来たからか。季節だけは関係がないよ。じゃあお前は俺のおかんと友達のおかんと俺の3人で買い物に行けって言ったもん。ずっと何を言うてんの。俺も何言うとんか分からへんけど。なんで分からへん。とりあえずおかんめちゃくちゃ好きやねん。いや世の中の中学生男子の親に刺さる一言で締めようとすんなよ。もうやわ、どんどん走るから。次の体験入塾の子は原田奈穂ちゃんか。体験入塾の原田奈穂です。宮崎先生よろしくお願いします。ヘローよろしくお願いします。じゃあ早速問題解いていこうか。先生これわかんない。あ、これはね、 X をここに代入すればちゃんと解けるような気がするんだっけ。どう耐えられないごめんね。さあ、問題解いていこうか。ね、問題をさ、奈穂ちゃん奈穂ちゃん足が臭すぎるでも、エロい、臭い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 、あー、ダメだ。先生、死んだ私はライバル塾のスパイ、テレビ進出を狙うカリスマ塾講師をエロさと臭さの超高速ラリーで脳みそを破壊し何人も殺めてきたの。次のターゲットは田中先生ね。どうもありがとうございます。じゃあということで、全メンバーのネタを見ていただきましたが、池田君いかがでしたか？いやー面白いっすね。確実に面白くなってますね、皆さん。どんどんなってきてますね。なんかちょっとこなれた感じさえしますね。だから離れしてきたというかね。いや素晴らしかったです。ヒューマンさんいかがでしたか？いやそうですね、やっぱりもう何回目ですか、この同期。同期4回目ぐらいですか？4回目ぐらいで、やっぱり同じメンバーが結構出てきてるので、はい、その、はい、そこに今度ね入ってくるっていうのはなかなか難しそうですけど。確かにね。いや素晴らしかった。さっきでも僕の角度から袖の中が見えるんですけど、うん、あの手林になって出る直前のナックラのゲンちゃんもこんな状態になってスタッフさんが入ってやったらそのままダーッ
いもん。ナックラでもよう見るしな。なんか面白い。いい空気感になってきました、ね。ではですね、ここからは、皆さんのアピールタイムに移りたいと思うんですけども、今回も、43期生のアシスタントのメンバーにですね、協力いただきたいと思います。はい、今回協力してくれるメンバーはこのメンバーです。お願いします。どうもはい、43期のアシスタント、海道亮です。お願いします。はい、43期のアシスタント、ドライブドライブ、谷口です。お願いします。はい、43期アシスタント、テキサス、テキサスマウンテンロール、大江です。お願いします。つきたてな、名前つきたてな。まあ1年目なんでしょ、なじんで。いや、1年目1年やってたよ、俺。一応、主席です。テキサスマウンテンローレル。はい、昨日です。卒業公演で、1位優勝したと。そうですね。はい、でも名前なじんでなかったんで、言われた時、ちょっと分かんなかったですね、最初。いや、もう、結構恥ずかしい。ドライブドライブ、谷口くん。はい。ドライブ、ドライブドライブ、谷口、ほんまに NSC 43期。なんですか。いや、なんかドライブドライブっていうコンビ、はい、なんかわからんけど、俺芸人やって、はいはい、長い年月で、はい、なんか12組ぐらい見てるんですよ。なんとなくわからんけど、なんとかドライブ、ドライブなんとかなだけですね。ドライブなんとかで、ちなみに僕いろいろあって、本場の芸歴4年目なんでやめてください。いや、そうやんな。12回見てます。ずっとドライブドライブで4年目。4年目です。チクルみたいになるんですけど、こいつ元人力車です。やってんの、お前らの気やってんな。僕は養成所なんでセーフです、ほんまに。で、主席、準主席なんで。あ、じゃあ養成所2回行ったら、まあ、そうです。あと2周目やってるやつはちゃんと強いんで。やっぱそうなるわな。で、カイドウはだから準 NSC。僕はちょっと珍しいんですけど、NSC 入る前に街歩いてたらお笑いでスカウトされたんですよ。あるそれ。君お笑いやってみいひんって言われて。誰に言った。なんかフリーでやってるお笑いライブの主催者に言われて、そっからやって2年ぐらい経ってから入ってきた。おい、やってるやん。おい、やってるやん。純粋な吉本はおらんの。そんな人は売れたいんで。アシスタントの8割経験者です。マジで。そうなんや。経験してからでしょ、あいな、今って、そういう時代が。みんな吉本嫌なってよそ行くのに、よそから行く。吉本が一番いいんですよ、結局。そういうことやな。じゃあ、この3人に今日はお手伝いいただきますんで、よろしくお願いいたします。NSC の現状がちょっとね、なんかね。はい、さあそれではですね、今回初登場のメンバーから見ていきたいと思います。はい、まずはロマンステレオ。ロマンステレオのアンドです。池尻美咲と申します。お願いします。バランス悪いね。あの声良すぎて逆に聞き取りにくかった。ロマンステレオのアンドです。何かありますか、ロマンステレオ情報は。ご覧の通り、うん、男女コンビなんですけれども、ね、はい、男女コンビなのに身長差が全くない。ほんまや、同じ身長で。なんやったら安藤くんの方がちっちゃい。実は身長が 160.2cm で全く同じ身長で、160.2? はい、なんでくんだ。元気な安藤くんが、元消防士でして。はい、あ、書いてあるけど、すごいね。消防士になる条件みたいなのがあるみたいで、それの身長が 160cm らしいです。ギリギリいけた。ギリギリ。去年まで日本一小さい消防士やらせていただきました。どこに。でもそうやろな、160でいけんのやったら。ある日の健康診断でちょっと夜更かししてしまって、うん、159.7cm になってしまって懲戒免職になりました。マジで。そうです。びっくりした。ほんまにありそうや、びっくりした。でも相方の池尻さんも元保育士。あ、そうなんですね。はい、2年ほど保育士として働いてました。やっぱり今は何か仕事して入ってくるって多いね。いや、そう、すごいな。この池尻さん情報もちょっといいですか。はい、なんかすごいこのロマンステレオっていうコンビ名にもあるように、すごい昭和が好きみたいなんですよ、池尻さん。で、嫌なことがあったりちょっとやんだ時に、昭和の昔の服をこういうのを着て、部屋に閉じこもって昭和の曲を聴いてタイムスリップするらしいです。現代社会からの現実逃避をします。ど
代ぐらいまでできる80年代とか90年代が好きなんですけど、この間あの現役生ライブでドスベリした日、あの部屋に閉じこもって昔の格好をして中森明菜さんの曲を聴いて1982年にタイムスリップしたすごい現実の仕方だよ。そういうことか、はい、そう、どうも、谷口君ありがとうございました。何かアピールがございましたら、はい、実は先ほどあのおっしゃってくれてはったように私たち元消防士と元保育士と元公務員コンビなんですけど、確かに昭和やねんな喋り落ち着きがあるよねちょっと今日はあのショートコントに乗せてあの消防士と保育士のあるあるを披露させていただきたいと思います。お願いします。あのこれ全国の消防士と保育士全員うなずく姿が目に浮かびます。お前もちょっと昭和や。消防士、保育士、プライベートあるある。お待たせ。 ありがとうね、今日も飲み会開いてくれて。もう予約してあるから早速行こっか。はい。消防士と保育士、めちゃくちゃ合コンしてる。しっかりや。ありそうやな、でもな。そうだよ。実は僕らも合コンで出会ってる。そうやったらいいなと思ってしまった。めっちゃ素敵やんけ、それやったら。すごいな。いや、ということで、ロマンステリー面白かったです。ありがとうございました。いいですね。公務員コンビということで。続いてや、金鶴。こんにちは。ネタでございましたけど、金鶴の川井龍也です。山口です。お願いします。面白かった。ありがとうございます。何か金鶴情報ございますか？金鶴はですね、はい、まあ、ちょっと見た目もちょっとこの長くて、はい、こうちょっとでかくて、ちょっと人変えてくれ。この以外にしてくれ。いや、それちょっと怖がられてるみたいで、でこっちも向こうの山口くん、山口くんも山口くんで、ちょっとやっぱネタ見た感じでもちょっとわかると思うんですけど、あのちょっと尖ってまして、普段 NSC 生とも誰ともあんまり絡みがないっていうこと。まあなんか自分らが一番おもろいと思ってるやつが NSC 入ってきてるっていうので、前室であんま喋んなっていうふうにこいつが言ってくるんですよ。で、その第一声が、もうどっちも喋らんとこなでしたから、二人とも言ってます。お前だけじゃないっていうこと。僕も言ってましたけど、いつも言ってました。嘘です。じゃあマジでその友達、NSC の同期の友達いない？まあ、それは言い過ぎです。こいつはルームシェアしてますから。あ、なるほどな。いっちゃん仲良いことしてる。まあまあでも NSC でそういう尖ってるもんやしね。いや、それでいいと思うねんね。全然貫きます。うん、まあまあまあ、どこかで。でも、うん、もう心が折れかけなんか見えるから。無理して尖ってる感が見えるから。楽しそうやな。それならもう楽しい方を選んだ方がいいんじゃん。はい。まあまあまあ、はい。この何もしてへんやん。まだまだありますよ。ある。ないやろ、お前も。いや、僕が、あのバイトで、シャッターの取り付けるお手伝いしてまして、はい。こいつも。やってるんですよ。同じ場所で同じ業種ですね。あ、業種。あ、なるほど。同じ業種で。シャッターあるあるしますか？あ、シャッターだから、はい、あのシャッターの取り付け方皆さんご存知ですか？いや、シャッターのこのガラガラガラってなるあのメインの部分、あれスラットっていうのがこれ一枚一枚横から刺していくんですよ。へー。そうなんだ。それを一気につけるんじゃない？あれ一気に重すぎるんで無理なんですよ。で一枚一枚刺していくんで、そこに人数がいるんで。差し込みましょう。はい。ちょっと今ここシャッター差し込んでいきます。スラット持ってきて。お前前、あ、そう、お前前ずらっと持っていくで、いくで、いくで、せーの。ちょ、お前爪の向きやってんのか。爪の向きは、あ、すみません、すみません、逆にちょっとこれ回せ、回せ、あ、はい、わかりました。はい、いきます、いきます。せーの。あ、もうちょっと下げろ、もうちょっと下げますか。はい、わかりました。せーの。もう早くやりましょうや。なんか言わな。
ゃあまああのコンビのアピールをね、はい、最後にしてもらって、はい、じゃあ宇野くんありがとう。失礼しました。コンビのアピール、はい、僕なんですけど、あ、はいはい、スターウォーズが小学生の頃からめっちゃマニアで、うん、もう一作品いっぱい見てて、うん、まあ、さっきみたいな感じになるんですけど、うん、ひらがな一文字もらったら、うん、スターウォーズのあのプチ情報、これはほんまの、はい、お伝えします。50音じゃなくて、50音じゃなくてひらがなを、ひらがなです。カタカナでも大丈夫です。何かじゃあお願いします。はい、ささあ、え、さあってあの、さあですよ。さしすせ、さしすせ、あ、もう大丈夫やわ。さあ、さあないです。スターウォーズに出てくる単語にさあ始まるのないです。なさそうやもん。ないです。何やったら、いや、50音やな。ないです。あ、じゃあもう一個だけ、すいません、もう一個、スターウォーズ、ききは、キアンディムンディ知ってます？キアンディムンディ知ってますよ。頭こんな長いジェダイマスターで白ひげ生えてるんですけど、ジェダイ結婚ダメなんですけど唯一認められてます。おー、はい、わまあですか、わですか、わもないです。スターウォーズにわってないんですよ。なんでなんでかっていうと、ジョージ・ルーカスは、あのジェダイの服装あるじゃないですか、あれって日本の着物をめっちゃ意識してるんですよ。なんならジェダイっていう言葉も日本の時代っていう言葉から取ってるって言われてるんですよ、ぐらいなんで、その日本のわっていうのはもう、その頭文字つけんとこうってジョシュルクスが言ったんで、和から始まる単語一個もないです。いや、そう、和から始めたらないやんけ。そういうことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、金鶴の二人でした。ありがとうございました。
サラリーマンを続けながら NSC で、できるの？はい、あの副業にはならない、あの社長がいいよ、すごい、はい、タガパンはあの事業、そう事業出るときは全部有給使ってきてる、はい、はい、今日も今お金出てる状態です。だからありがとうございます。どういう仕事かは言わない。一応広告代理店の営業マンをしてまして、あの先日もあの朝朝礼に出まして、で昼ここでネタ見せをしまして、若干滑って講師にも怒られたんですけども、その後また営業に行きまして2件の50万の契約をいただきましたので、チャラになりました。へぇー、もうほぼほぼ隣の子の年収稼いでりゃ1日で、はい、そうでございます。へぇー、すごいな。トータルも見るから真面目なコンビなんですけど、もちろん荒木もめちゃくちゃ真面目で、大学のサークル、入ってるサークルが手話サークルに入ってました。手話がちょっと得意、手話サークル、もしよかったらなんですけど、まあ、ちょっと難しいイメージあると思うんですけど、簡単な手話、指一本でできるって覚えてもらえたなと思って、はい、そういうのでいいね、例えばですけど、この指をこめかみに当てる、そしたらこれ、思うっていう手話、感じるとか思うっていう手話、あ、でもやってるな、はいはい、で、ほっぺに当てる、そしたらこれ、嘘っていう手話になります。へ、で最後、顎に2回ちょんちょんってやってもらったら、これでフィンランドっていう手話になります。なんでや、急にフィンランドちょっとごめんなさい、わかんないんですけど、そんな、はい、本当に指一本で楽しみです。1回はアイスランドとかそういうことなんですか。フィンランドって思うんですけど、はい、そうなんや、はい、こんな真面目コンビ宛先プレゼントぜひお願いします。お願いします。ありがとうございました。じゃあ僕は帰ります。はい、ありがとうございました。では、はい、2人でのアピールがありましたら、はい、お願いいたします。先ほどもあったんですけども、彼が現役の課長なんで、はい、その課長の特性を生かしたショートコントをしたいと思います。はい、お願いします、ショート課長コント、はい、PK を外したときに、頼りになる上司くそ、外してしまった、監督すいません、外してしまいました、本当すいません、本当申し訳ないです。どないしたんや、僕のミスで監督を怒らせてしまって、大変申し訳ございませんでした。ただいまご指摘いただきました彼のプレーに関しましては、一度部内に持ち帰りまして向上に図りますので、どうぞ荒木健太だけでもよろしくお願いいたします。最後になるな、謝られてる。これで課長まで上り詰めました。バイバイ。ありがとうございます。宛先プレーの2人でした。ありがとうございました。他のメンバーもね、せっかくですから、はい、見ていきたいと思います。まずはナプラー、おー、桜の優雅と申します。桜の源です、お願いします。はい、お願いします。ナプラー、はい、コンビでアピールがありました。コンビで、あの私から少しアピールさせていただいてよろしいでしょうか。はい、あの私、お笑いオタクに拍車がかかってるんですけども、あ、もともとそうやんな、キモい特技ができまして、あの芸人さんの、名前を言っていただけたら、その人が、あの NSC 何期か言います。結構、これは結構俺も分かるけど、難しいね。いや、もう難しいと思うんですけど、ちょっとチャレンジさせていただきます。ダブルアートしんべヱ、ダブルアートしんべヱさんから30期です。近いからな。でもブラックマヨネーズさん、ブラックマヨネーズさん13期で、おこれ合ってるかどうかわからない。確かにね、でも、まあ、13期生、あ、そうですね、相方に個性があって、いろんな先輩から可愛がってもらってるところに、僕が頑張って特技つけようとしてもええやないですか。いいよいいよ、芸のこと好きですよ、いいですよ、芸のこと好きなのいいですけど、俺もなんかしたいじゃん。七曲りの、はい、七曲り初ですか。は岡山 NSC 一期。すごいな。すごいな。すごいな。すげえ。あ、そうなの。当てます。そうなんや。そしてあと一問だけぐらい。いやいや、そこで終わっとけよ。はい、こんなこと言い出すのも、あのこんなことね、あの0年目が言い出すのもあれなんですけど、あのダメなところ全部切ってください、お願いします。全然ええよ、ええよ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。続いてヤッコロワニ、どうもどうも、ヤッコロワニです。アンダーソン、アンダーソンです。お願いします。見た目変わってないよね。なんか散髪した、ね、あ、そうだ、ちょっとなんか変わった感じ、さっぱりしました。渡辺君
とアンダーソンの、はい、アンダーソンって芸名はアンダーソン、はい、芸名はアンダーソンです。芸名アンダーソンで本名はアンダーソンです。噂かったダサいね。ヤカラワニのお二人の何かアピールがございましたか。じゃあ、はい、ちょっと下品なネタの後、うん、爽やかな一言でプラマイゼロにします。できる、はい、お願いします。はい、どうもヤカラワニです。お願いします。究極の選択ってあるやんか。ああ、カレー味のうんこと、はいはい、うんこ入りのカレーやったらどっち食べたい。どっちもうんこやんけ。レモン。どうした。無理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 では無理やって。口の中さっぱりしたけど無理無理無理やって。レモンではもう取り返しつかんで。ライムやったらライムやったらいきます。ライムとかそういう柑橘系はやめといた方がいい。柑橘系のみではうんこは失敗しました。失敗した。はい、次までにさっぱりできるように。分かりました。ヤカラワニのお二人、ありがとうございました。ありがとうございました。スキップビート。スキップビートのお二人も2回目かな。はい、先月させていただきました。ね、先月2回連続ということですけども、はい、じゃあ、アピールがございましたら。自分は、じゃあ、モノマネ。モノマネを。ちょっと、僕、サザンオールスターズさんがすごく好きです。はい、ちょっとベタなんですけど、はい、ベタなんですけど、そこでやらせてもらう。その世代ではベタではないやろ。話していただいてよろしいですか。誰が腹坊すんねん。うわ、ダサいや思てた。確かに、そのさやと思った。いやー、スキップ見てありがとうございました。続いては、モデルアガマ。何も来てへんから、乳首すぐしよう。 YouTube 的に乳首アウトですよ。じゃあ、2人、モデルアガマのアピールございましたら。一応、バイクっていうゲームを考えてこさせていただきまして。バイクっていうゲームを。ゲーム、はい、僕が口で、ここにバイクがあるっていう定義で、いろいろこうバイクの詳細を言ってくんで、皆さん頭の中で、アメリカンバイクかスポーツ型のバイクか、どっちか頭を思い浮かべてもらっていいですか。当てる。それをバイクかしないか。口頭で言ったらあかんねんな。そうです。まあニュアンスでね、ここにあるとして、はい、イメージでね。こう、まあ、すごいこうマフラーがすんごいいい感じにこう3本ぐらい。アメリカンバイクも。マフラーが3本で、すんげえ黒光りです。黒光りだいぶヒントですよ。こう火がこう、うわーってこうペイントで、もうペイントでやスポーツじゃん。もうこれで大体良かったですね。もう決まりました、決まりました。じゃあちょっとそのアメリカンバイクやと思う人、はい、はい、あ、スポーツバイクやと思う人はいない。なるほど、そうやろ。じゃあまあ正解発表をさせていただきます。ちょっと乗ってもらっていきます。スポーツタイプでした。スポーツタイプ。めっちゃおかしいっすけ。めっちゃ下がったやん。ちょっともう一問やらせてよ。もう一問やらせてよ。悔しい。じゃあもう一回ちょっとここに、はい、ありがとう。次、すごい青色で、すごいスカイブルーのペイントされてますね。青色でスカイブルーのペイント。どういう意味。横にこう、ロゴというか、会社名がちゃんと貼ってあって、はいはいはい、エンジン結構こうでかい感じで、で枕は1本でバッチーンになる感じです。大体分かったんじゃないですか。分かった、分かりました。じゃあアメリカンバイクやと思う人、スポーツタイプやと思う人、スポーツじゃない、これは全員。じゃあちょっと正解発表させていただきます。ちょっと持ってもらっていきます。後ろ。いやー、面白かったです。ありがとうございました。さあ、先月の1位、最後ですね。寝癖若葉。どうも、ようこそ寝癖若葉へ。いらっしゃいませ。寝癖若葉です。天狗です。お願いします。お前はお前でさ、その中の感じが見えすぎてんねん。何かありましたら。じゃあ僕今指摘されたようにちょっと見た目がでかいんですけど、はい、その見た目の割にかなり運動ができるんで、それを今から僕はアピールします。そうだ、私は10年間打楽器をやっていたので、うん、今からドラムロールを
時間が多分ないと思うんで、うん、あの同時にやるので、皆さん好きな方を見ていただければ。どっちでもええやん。どっちでもええやん。見たいなぁ。でも、そら原大子ちゃんも見てもらいそうです。あ、ちゃんと持ってきたやん。はい、ドラムロール用に。それでは、お願いします。エビセンを食べるようです。急にカンカンが先言ってなかったやん。そんな忘れてました。いきます。わかんないどう。いやちょっと僕の方も見てほしいです。いや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 、ドラムロールちゃんとおろそかってるやんけ。おおすごい。どうしてどちらの方でしょうか。見てなかった、ごめん、お前。サラダイクでもちゃんとカッパエ、何あのエビセン、エビセンが佳境になった時にちゃんとドラムロール下ろさかった。めっちゃやばかった。めっちゃやばかった。こっち集中せるな、なんか、ね、いや、面白かったけど、どうしよう。見てないんですか。感想ないよ。まあ綺麗なブリッジやった。ありがとうございます。確かにあれ難しいな、からば。運動神経あるって言って、あの動かんタイプの運動神経みたいな。側転とかね。そうね、あと躍動感あるタイプの。やってくれると思った。持久力の方見てほしかった。筋力とかね、柔らかい。素晴らしかったです。ありがとうございました。だから腹が痛かった。そういうことな。ドラムやから。なるほど。さあということで全組の、ね、アピールも見ていただきましたが、ここから NSC からのお知らせがあるということでございますので、それはネグセアカバのお二人お願いします。 NSC では世の中もっと面白くしたい人大募集。芸人、クリエイターなどエンタメ業界を目指すならぜひ NSC へ。お笑いの力で世の中を変えるのは君だ。詳しくは NSC の公式ホームページ、SNS をご覧ください。たくさんのご応募、お待ちしております。今年度より吉本興業が吉本アカデミーを設立。私たちが在校する NSC をはじめ、スタッフ、クリエイターを養成するクリエイティブアカデミー、俳優、アーティストに特化したパフォーミングアカデミー、デジタルに特化したデジタルアカデミーの計4校になりました。以上の学校で学びながら、高等学校資格を取得できる、ぜひご覧ください。ということで以上 NSC 大阪44期生配信番組冬季10月号でした。どうも。